TGFC ね、はい、うちの父親が壁を作ってくれたということで、あ、 DIY ひろみ、 DIY ひろみがオリジナルのめちゃくちゃちょっと塗料が出ちゃうぐらいのあれなんですけど、しっかりしたい、はいはいはい、壁をね作ってきたので、はい、くれたので、せっかくなんでちょっと壁際の工房を紹介していきたいと思ってね、はいはい、で壁レスってよく聞くと思うんですよ、総合格闘技知ってる人ならね、うん、金網際の押し込まれてここの攻防、はいはいはい、テイクダウンの攻防、はいはい、立つ立たないこうやって逃げるとかバック取るとか、うん、バック取るとかの攻防もあるよくあるんですけど、まあ、ストライカーのための壁打撃っていうのをね、おー、今日は紹介していきたいと思います。興味深いですね。そう、ストライキングもやっぱね、金網になるとちょっと違うんで、リングと違って金網ってやっぱ壁があるんで、うんうん、まあその時の思考というかね、そう、技というか、はいはい、じゃあちょっと始めていきたいと思います。おいっす、基本的にこうやって壁に相手をプレッシャーをかけて追い込んだ、うんうん、ってなった時に相手としてはもう下がれないわけですよ、はいはいはい、後ろには、はいはい、っていう時にじゃあどこに逃げられるかっていうと、左か右、うん、もしくは下なんですよ、はいはい、タックルとか、うんうん、上はもうないから上はない、左右下、後ろの選択肢がもうないんで、うんうんうん、っていう時に何を出したらいいかっていうと、こっちのフックとか、うん、回し蹴りを相手が動いてないのに出しちゃうと逃げられます。逃げ身打ちを作っちゃうので逃げられます、こっち、うんうんうん、なんで自分がこっち側に入ったりして逃がせて止めるのは OK。 なるほど、あえてスペース作って蹴るのは OK。 でも相手が止まってるのに横からのフックとか回し蹴りはダメ。じゃあ何打つのか、はい、って言ったらまっすぐ系のパンチになる、はいはい、でもまっすぐ系のパンチもいきなりワンツーってここに来ると下に逃げられて、うんうん、タックルとか来るんで、そのタックル の、 あの線上、はい、入ってくるところにパンチを置いておくと入りづらいんですよ、はいはい、だからこういう攻め方、上から下から上にね相手を起こすよ、プレッシャーかけてボディ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 で、相手を浮かせる。で、相手を決めたい。もしくは、ボディで効いたってなった時に初めてここ、打ちに行きます。まとめに。はぁ、なるほど、なるほど。で、壁だと、ほんとこう、バーンって当たったら、相手の顔、後頭部が、こっちにバコーンって挟まって、すげえ効くんで。はいはいはい、はい。この間の試合でも出したけど。うんうんうん。すごい効きますね。で、あとはこう、はい、ここまで来てもう入るってなった時にこう行くふり、行こうとして行かないふりとかしてると相手がもう嫌がってもう無理やり前に出てきたとこバーンって合わせるとかっていうふうに相手を動かして、はいはい、こっち動いたらこう、こっち動いたらこう、そのまま行ったら前蹴りで突き刺す、こういうこういうのボディボディとか突き刺す、辛いですね、後ろにもう行かせないようにする。爪だからといって慌てて攻撃するともう逃がしちゃうだけだと。そう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 、逃がす位置を潰しながら行くと。四つの状態、はい、四つでこう押し込んだ状態、うん、こっから打撃に行きたい、はいはい、その時にこうやってくっついてるともちろんあのこれポツンコツンコツンとかこれね膝コツンコツンっていうのあるじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱり相手との強い打撃打ち込みたい場合はスペース必要なんでここでバンプっていうんですけど、はい、押し込んで押し込んでるとこから少しだけ隙間を作って弾いて、おお、もう一回いいですか、バンドラッ押し込んで状態からここでこの肩パンチ、うん、
ない。肩でだけ。そしたらスペースがより生まれるから。そう。なるほど。ここで、ここで、バン！うい。おー。テイクダウン行ったり、まあもちろん、もう組みたくないって人はここまで押し込んだって、バン！バンバン！弾いてもう一回。戻る。動かして。あとは、パウンドですね。もう、ここで。来た。こうやってなった時に、相手はもう、こうやって押し込んだら、床とこうやって平行に寝せたら、もう、こっち側にもエビ打てないし、ブリッジもできないんで、はいはいはい。詰めてるから。もう殴り放題。殴り放題ですね。四つん這いになってもらって、もう、ここで、しっかり相手の壁とサンドイッチ、うん、挟んで、ボン、ボン、ボン。いやーこれは厳しいな。辛いです。腰をロックされてるのが辛いです、うん。逃げられない、本当に。なるほど。でもし自分が、ストライカーがね、こう、テイクダウンされちゃったら、なるべくすぐ、床とこう、壁と平行にならないように、壁に対して、垂直になって、立ちに行く。はい。ここでしっかり相手をね巻いて、そうウィザード巻いてバック取られないようにして、はいはいはい、これがないとバック取られちゃう、うん、あとは壁をうまく使って、うん、さっきはこっちに動いて、うんうんうん、あの垂直になって壁を背中につけて立ったけど、はいはいはい、逆にこっちに入るんだったら壁蹴っ、ああおお。っていう有効利用もあるっていうふうに壁をうまく使ってストライキングもはいやっていけたらどうでしょう。最高。はい、レッツトライ。壁遊びに来てね。